演武開演。どうも本日はこちらローソンの デカ串カツ三元豚ロースを食べたいと思います。串カツは結構いろんなところで見ますが、コンビニだと珍しいですね。しかもでかい、結構重い、バランス取りにくい。ではいただきます。いや、そもそも自分つけないんで。お肉だけかと思ったら玉ねぎも入ってましたね。でもそれが逆によくて、お肉の油のしつこさを玉ねぎが程よく中和してくれて、相性のといい玉ねぎが入っていることで飽きずに食べることができて美味しかったです。油だけだとちょっとな方にもおすすめですね。バランスも良くなりますし、やっぱり豚肉と玉ねぎは相性いいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。